どうも、レイギャルンです。いや、もうね、はい。アクアちゃん、シックススライムですね。この間あったのがオーシャンステージ。で、今回あったのがサニーステージということで、残念ながら私は現地には行けなかったんですが、このデイ2公演の方ですね、配信の方で、視聴させていただきました。ということで、そちらの感想を語っていきたいと思います。いや、まずね、もう、なんだろう。やっぱりこう、オーシャンステージの時から思ったけど、やっぱりこう、アクアちゃんのね、そのパワーが、なんかやっぱりこう、めちゃくちゃね、もう常々進化してってるんだけど、またそのオーシャンからサニーステージに上がったところももう格段にレベルアップしてるというか、なんかマジでね、上限知らないんだわ。もう常に進化し続けてるんだ。だからもうマジでオーシャンステージよりもやっぱりパワフルに感じましたね、今回のサニーステージっていうのは。やっぱりまあ、今回の監査動画も、まあ言ってね、こう、なんだろう、セトリの一個一個にちょっと触れていくことは、まあしないんですけども、まあ変わった点と言ったら、やっぱりこう、オーシャンステージからこう、ね、ちょろちょろっとこう、セトリは変わってて、まあ中、ね、ソロパートがやっぱり入ってるって上では、かなりそこら辺が、がっつりと変わってるイメージがあったんですけども、まあまずね、まあソロ話す前に、やっぱりこう、アクアパイレーツディザイアから、なんかすげえかっこいい衣装になって、まあその流れでね、こう披露されたのがやっぱりこう、デイドリームウォーリアーでからのスリリングアウェイですよ。やっぱり分かってらっしゃるね。本当に。もう、俺も、ってやりましたもんね、もう。そうそう。配信やったから。そう。いやーもうそのぐらい高まっちゃいました。スリリングアウェイはやっぱりまあね、もうアクアオタクにとったらもう、まあなくてはならない曲というか、やっぱライブではもう多分おそらく一番盛り上がるであろう、楽曲なので、ね、すごく良かったと思います。で、まあ、それ以外もね、まあ、ちょっとこう曲は変わったと思うし、まあ、一曲目ね、くるくるくるらやった後に太陽を追いかけるかな。だからあれとかもめちゃくちゃ久しぶりに聴けたから、なんかすごく嬉しかったっていうのはもう素直にありますし。で、まあ、その後は、全体曲やけど、学年別で、ちょっと披露してくれたりとかね、っていうタームがあった後に、ソロパートですよね。残念ながら僕、それこそほんまに、デイワンの方は、見てなかったので、どうやらこう、デイワンの方ではね、ダイヤちゃんのソロとか、ヨウちゃんのソロとか、やってくれたみたいなんですけど、ぶっちゃけね、まあ、正直なところ、僕、まあ、配信見れたんがデイ2で良かったなって思いました。はい、それというのも、まあ、皆さんはね、もう多分思ってることは一緒だと思いますが、やっぱりこうね、伝説の、楽曲が、今回実装、もう、ね、もうめちゃくちゃ待ってたからね。うん、実装されたということで、コットンキャンディ AAO でございます。はい、もう最初冒頭でこれやったけどね。いや、まあ、正直ね、言ってね、まあ、言ってしまえば、まあ、声出せる状況ではないじゃないですか、今って言ってしまえば。うん。で、まあ、コットンキャンディを打つってなったところで、いや、どれだけさ、こう、こっち、こう、応援する声掛けができん中で、いや、コットンキャンディーやっても、どうやって盛り上げるんやろうかな、みたいな、多分、ハードルはあったと思うんですけど、考えましたね。もう、大爆笑でした。もう、ゲラゲラ笑ってもうた。うん。やっぱこう、小宮さんが出てきてね、その、ルビーちゃんのアシストをするみたいな。もう、小宮さんがさ、もう、無表情でこれすんのよ。いや、もう、そんなん笑うやろっていう。めっちゃ忙しいよな、なんかかき氷持ってきたりとかさ、なんかの何て言ったらいいの、白いモコモコの人間、確かに PV で出てきてたけどもっていう、白色の人形と肩組んでね踊ってみたりとか、お面かぶって、もういや、そこまで再現してくれるんだみたいな。もうあれが最高で大爆笑でした。だからなんかそういうギミックで攻めてくるんやみたいな。で、まあそれこそ配信やったからさ、めっちゃカメラがさ、小宮さんの顔を抜いてくれるんよ。もうそれがおもろくてじゃなくて、いやもうなんかすごい、なんかそこで満足したっていうか、なんかもう、これまでのセトリ何やったっけってちょっと一瞬忘れるぐらい、もうコットンキャンディーが印象強くて、いやもうなんか全部持ってかれた感じしますね、本当に。で、まあその後もね、まあ、僕個人的にもめちゃくちゃ聴きたかった曲。うん。憧れランダラン。いや、もうね、やっぱりね、あれに関してはもう僕ね、花丸ちゃん推しではないんですよ。花丸ちゃん推しではないんですけども、アゼリア推しなんです、僕。トリコビトなんですよ。もう、あの曲をどれだけ心待ちにしていたかわかります、本当に。いや、もう皆さん、トリコビトの方でしたらね、もう、もちろんのことだと思うんですけど、いや、もうめっちゃ待ってたから、
いやもうね、いやもうぶっちゃけもう曲自体もうめっちゃ好きなんですよ、あの曲。うん、まあ、MV ありきっていう部分もあるんですけど、いやもうなんかね、めっちゃもうだからあれでまずとりあえず泣きそうやった俺は。うん、いやもうで、まあなんかこうなんだろう、魔法使い、結構昔ながらの魔法使いみたいな格好で、まあその金ちゃんがね演じてたんですけど、いやなんかそれも良かったし、なんかこうまあでもあれはマジでね良かった、本当になんかすごいあの世界観をそのままもうなんだろうねリアルに表現してくれたんが良かったなって思います。でやっぱりまあ2日目ありがとうっていうのはやっぱりもっとね、もっとね、もっとね、俺もっとね、もうほんまにもうね、ありがとうございました。もう本当にもう優勝させていただきました。実際僕アゼリアの公演も行っとったんで、まあもっとねは実際、まあリアルでは見たことあるんですけど、逆にこう、配信で、もう一度ね、こう、おそばが見れて、もう最後でした。いや、もうシンプルイズベストですよ、もうあの衣装はもう本当にね。いやー、素晴らしかったです。そういったまあソロパートがね、やっぱりこうサニーステージをこうだいぶ盛り上げた要因であったのかなとも思いますが、まあその後の楽曲もね、もう全然強くてね、いやなんかこう、なんだろう、やっぱり昔ながらのアニメ曲とかもやっぱちょっとなんかやってくれるっていうのがなんかすごく、やっぱりね、アクアね、うん、まあただでさえ曲数多いじゃないですか。最近僕自分の iPod を確認して、アクアちゃんの楽曲の総数ね、まあ持ってない曲ももちろんね、ちらほらあるかもしれないですけど、143曲ぐらいあるんですよね、アクアちゃん。もちろんユニットとかも混ぜるけど、うん、なのでなんかすげえその中からやっぱり厳選して選ばれたセットリストやから、いやなんかこうどれ来るかほんま分かんないじゃないですか。だからなんかすげえね、なんかあーこの曲マジで聴きたかったっていうのが結構ちらほらあって、なんか個人的にはすごくね高まりましたね。アクア熱がもうグワッてこう上げさせてくれるような、なんか素晴らしいセトリでしたし、やっぱり会場も今回ね、ベルナドーム、あーメットって言いかけたわ、うん、ベルナドームということでね、なんかこう配信やったらこうステージの作りがよう見えたんですけど、なんかねすごい良かったですよね。どこでも優勝できたんじゃないですかあれ結構。うん、なんかこうんね、センターステージあって、センターステージからもうちょっと先にステージがあったり、こうあったりとかで、外枠のところはトロッコで回るみたいな、うん、そういう構成とかもなんかすごいしっかりしてて、割とねアリーナどこでもこれ楽しめるんじゃないかなっていうような作りで、なんか素晴らしかったように思います。ということで、まあ実際まあ本当にもう言ってしまえばもうなんだろう、僕配信でしかやっぱりこう、オーシャンステージもサニーステージも見れてないので、もう正直言って感想をねなんかこうがっつり語るのも若干現地に行ってるわけじゃないから、なんかちょっとおこがましいというかね、うん、もうがっつりこう語るのはできないので、もう本当にこの辺にはしとくんですけど、うん、やっぱり新情報が一番熱かったんじゃないでしょうか。アクアちゃん、沼津でのファンミーティング、そして、シックスライブの追加公演、東京ドームですよね、もうびっくりしました。しかも情報を出すタイミングもね、アンコール前に一回そういうのやったんですよ、こう新情報みたいな感じで。それ越してアンコール曲一曲入って、で最後の曲打つ前に東京ドーム公演バチッてこう発表してきたから、うおーってなりました。マジで正直ね衝撃がでかかったですし、やっぱりなんかこう東京ドームってなったらやっぱりこうどうしてもこう前のドームツアーが被って、あやっぱりドームツアーのこと考えてくれてるんやっていうなんか嬉しさとか、なんかやっぱりでもやっぱり東京ドームいるよねっていう、なんかそのアクアちゃんの熱い気持ちで、やっぱりこれドームで、東京ドームでしたいっていうね、彼女らたちのやっぱりそういう気持ちも多分あって、それが乗っかってやっぱこう実現したものだとも思います。やっぱり MC で稲見さんもね、やっぱりこう今ご時世柄やっぱりツアーするのってかなり難しくなってるっていうことも言ってはったんですけど、うん、言ってはったからこそ、まあなんかこうどうなるんやろうな、まあこのまま6で終わって、まあそこからまたセブンスライブとかあんのかなとか、まあいろいろ考えた部分もあったけど、シックスライブの追加っていう体でこう東京ドームバチって言ってくれたんがね、なんか本当に嬉しくて、やっぱりもうもうアクアちゃんはもうさ、もうただでさえ最強やねん。もう言ったらね、もうなんだろう、バカス的に言うとね、もうめちゃくちゃ踏んでると思うし、もううん、で毎回のそれですら毎回のごとく進化していきはるから、もうなんかもう言うことはないんですよ、本当に最強なんですよ、すでに。でもそのただですら最強なアクアちゃんがね、今回もシックスのナンバリングを
ひっしょげてね、ラストに東京ドームでバンって打ってくれるってことは、まあそれはもうめちゃくちゃその難しい難関とかも情勢とかもいろいろ乗り越えてバチって決まったことだから、なんかマジでね、もう個人的にはね、すごいね、そこはぶっちゃけ死んででも行きたいなっていう今の素直な、気持ちがあります。はい、実際に裏の星交響楽団、加藤達也さんもね、実際また今回東京ドームの公演に、来てくださるということで、もうその時点でやっぱり蘇ってくるのはやっぱりフォースの公演なんですよ。うん、アクアちゃんフォースライブ、もうあれはね、もう僕ほんまに心に残ってるライブで、うん、めちゃくちゃ叫び散らかしたの覚えてます。もう伝説のダブルアンコールが発生したって言われてるぐらいの伝説の公演ですよ、本当に。あれはもうね、なんかそれも蘇って、なんかまた交響楽団さんのオーケストラが聴けるんだっていう喜びもありますし、やっぱりこうまたアクアちゃんがパワーアップしてね、東京ドームに帰ってきてくれるっていうのが、多分東京ドームのそのフォースの公演でもキャストが言ってたと思うんですよ、また帰ってきたいみたいなことを実現してるってことだからね。うん、まあもちろんね、2020年のドームツアーの時点でもまあ実現は決まっていたっちゃ決まっていたことにはなるんですけども、まあ伸びて伸びて、まあ2022年じゃないですか今。でもやっとこう確定、まあ確定って言ったらまあ難しいかもしれないですよ、まあ実際にね、どうなるかわからないんで、でもまあほぼほぼ確定じゃないかなっていうことで、まあ今回東京ドームにもう一回帰ってきてくれるということで、でまあちょっとなんかこう絶対に行きたいっていうのをこう僕が自信持って言えない理由として、まあこれは本当にね、正直俺めっちゃダサいんですけど、やっぱり次アクアちゃんに会える時はやっぱりもう声援ができる、声出しができる環境下でアクアちゃんの現地に行きたいって個人なりに思ってたんですよ。うん、でも意外と早く6月にまあ6ライブの追加公演東京ドームっていうのが決まって、正直声出せるかなっていう、なんかまあ自分なりの決めたことの葛藤みたいなのがあったんですけど、もうすいません、これに関してはもうめちゃくちゃ自分自身が情けないと思うんですけども、やっぱりちょっと、うん、自分の気持ちに素直になろうかなと、素直になっていいのであれば東京ドーム6必ず行きます。はい、まあわかんないですよ、もしかして6月になったらもう緩和されて声が出せる状況になってるかもしれないんで、もうそれやったらそれでもう俺は胸張っていけんねんけど、まあそういう状況じゃなくても行きたいです。ちょっとね、やっぱりこう東京ドームはなんかこうぐさってくるもんがやっぱりあるんですよ。うん、そうそうそう、いや今回の別に公演もね、行きたくなかったわけじゃないんですよ。うん、まあただその自分の中でやっぱりアクアちゃんで声出せへん環境ってほんまにしんどいなって僕なりに思って、まあ今日とかもそれこそまあスリワンとかもねあったし、やっぱり今までのアクアちゃんの公演は自分その声出しでしか、経験したことがないから、アクアで声が出せない環境っていうのが多分どんだけしんどいんかなって考えた時に、なんかやっぱりいや俺素直に高まれるんかなとかも、なんか応援できるんかなっていうのもなんかまあいろいろ考えたし、自分なりに、うん、なんかもうまあぶっちゃけエゴでしかないかもしれないんですけど、まあそういうのがあったりして、まあ自分なりの考えはあったんですけども、まあもう6やっぱりもう東京ドームで、ナンバリングをね、そんな大きい会場でバチって締めてくれってことやから、もうそれはもう変なもうおっさんの理屈を通し続けるのもあれかなと思いまして、6ライブにはちょっともうほんまにマジで現地に行けて、実際にこうまあ声出しはできるかわかんないですけど、全力でねアクアちゃんをね応援したいと思ってますので、ぜひぜひね、まあみんな気持ちは一緒やと思います。正直もうみんなも絶対声出したいと思うしさ、うん、いやお前声出されへんから小屋んってそれはおかしいやろってぶっちゃけ言われるかもしれないんですよ、正直言ったらね。うん、正直まあ理屈っぽいことを言ってたので僕も、うん、でもなんか本当にまあいろいろ僕らの考えがまああったりしたんですよ。それはもう本当にもう何も言えないですけど、これ以上のこと。ただまあまあそれはそれとして、なんかこう最後の何だろう、青春楽になるのかな一応はね。うん、ね、実際に応援できればと思いますので、ぜひぜひね、チケットをまず手に入れないといけないので、そこから頑張ろうと思うんですけど、まあもしね、
当たった暁にはですね、また東京ドームという場所で、会場でね、なんかこう、皆さんと一緒に、なんかアクアちゃんを応援できたらなって思ってますので、ぜひぜひ、まあ、まだ先のことにはなりますが、対戦のほどよろしくお願いします。ということで、今回の感想動画の方を締めさせていただきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。レイヤルンでした。ではでは。